久保,さん久保さんの動画になんかコメントついていてちょっとすいませんそれをタイトルにつけようかなと思うんですけどあの自分にできないことを代わってやってくれたっていうのが、まあ、これがやっぱ答えなんじゃないかなと思うんですよ。まああの何すかねなんかあの応援する気持ちって自分は選手じゃないけれどもなんかその自分ができないことをやってくれたとか成し遂げてくれたとか。 なんかまあ、そういうのがやっぱ気持ちとしてあるんじゃないかなっていうところで、まあ、僕も、ね、野球全く興味ないし、えーまあ、今回だけ見ましたけどもやっぱ日の丸背負って一応僕,僕も日本人ですから日本代表としてやっぱ、ね、ライブでちょっと今日見てたんですよライブで、ねやっぱね、めちゃめちゃし緊張するしなんか、ま、なんかこの状況でマウンド立ったらどんな気持ちで立ってんだろうなみたいなすげえプレッシャーだろうなみたいな。 でもそれでもね一生懸命頑張って投げてっていうやっぱ自分がそこに立てないけれどもやっぱなんか頑張ってる姿を見るとなんか応援したくなるっていうのがまあまああのー、素直な気持ちじゃないかなと思うんですよねまあ久保さんはどっかの段階であのちょっと変わっちゃったのかもともとそうなのかあれかもしれないですけど <laughs> なんかあると思うんですよね自分に全く関わりないけれども例えば花が見て 別にそ,そこら辺に咲いてる花とかね、桜とかも自分の庭に咲いてる花、桜じゃないじゃないですか。だけど、その、いや、自分の庭に桜咲いてねえしな、これ他人の桜だしな、みたいな。公園、公園の所有物だろ、うってう桜咲いても別に俺の人生桜咲いてねえし、みたいなね。<laughs> でも、まあそういう意見もあるかもしれないけれども、まあ綺麗じゃないですか。ね。だからまあ人間っていうのはそういう一面があるかなっていうところですね。で、逆を言うと、 まあそういうふうになんか応援される人間になれるとまあお金も稼げるかなっていうところですね <laughs>。まあ僕もねずっとやっぱ情報発信していて思うのがやっぱその応援してくれるお客さんもいてるっていうことですよね。 だから、その、なんすかね、よ吉谷さんの売り上げにちょっとでも還元したいのでっていう、全く別枠でね、商品を買っていただけるお客さんもいるんですよ。要は応援していただけるっていうところで、だから僕がずっとビジネスできるっていうのは、やっぱそういうところもあるので、だから僕も頑張らないといけないなと、発信はまあ常にこうやっていかないといけないなっていうその、結局、支えられてる部分もありますので、ね、お金は降ってこないので、お客さんからもらってるんで、僕はお、お客さんからお金もらって飯食ってるんで。 だ、うん、から結構それは感じますね応援してくれてるなっていうところで頑張んないといけないなみたいなうんはいまあ自分にできないことを変わってやってくれたっていうまあこれがまあ真理なんじゃないかなと思いますねいってらっしゃい